東西東西仏教紙芝居の始まり始まり。新下駄。時は鎌倉、日立の国、真壁のお城での出来事でございます。この日は雪が降る寒い日でございました。お殿様はお酒が大変好きなお方で、この日は雪見の宴をされておりました。このお殿様の下足当番をしておりましたのが平四郎でございます。殿がお履きになる下駄が冷たくては申し訳がないと懐で温めておりました。宴が終わり、スタスタッとやってきたお殿様、さっと下駄を並べる平四郎。殿が下駄を履こうとすると、この下郎が、いかに寒いとは言いながらわしの下駄を履いて寒さしのぎをしておるとは何事じゃ!と、下駄で平四郎の頭をポカーンと叩いた。その場で気を失った平四郎、殿は別の下駄を履きスタスタッと帰ってゆく。しばらくして平四郎は気がつくと、あたりは血潮で真っ赤に染まっている。なぜじゃなぜじゃ、殿のために下駄を温めていたというのになぜこのような仕打ちを受けねばならぬ。おのれ殿、この恨み、必ず晴らしてくれよ。待てや待てや。今向かっても家臣たちが追って犬死にするだけじゃ。どうしたらよかろうか。そうじゃ。出家して、偉い坊様になったならば、敵討ちの機会が訪れよ。そして高野山で出家をし、名を発心と付けられました。仏道修行はなかなか厳しい。時にはくじけそうになる。その時には、あの下駄を出して、憎し恨めしと修行に励みに励んだのでございます。その後は今日の建仁寺でも修行をし、それが認められて宋の国、今の中国の金山寺へ留学が許されたのでございます。そなたはなぜ、この遠い国まで来て仏道修行に励んでおるのじゃ。私はかくかくしかじかで、敵討ちのために修行しております。なんと不らちな理由よ。じゃがせっかくここまで来られたのじゃ、存分に修行していかれるがよかろう。ある日、経典を虫干しにしてほしい、と頼まれ、お経の巻物を虫干ししておると、阿吽経のある一節が目に入った。恨んで暮らせば恨まれる。恨みは根性において突き伏して、子孫の一人が残って恨みがますます激しゅうなる。ああ、そうやった。恨んで暮らせば恨まれる。殿を討ったとしても殿の子孫が我を仇と狙うであろう。またこの我の子孫が残って殿の子孫を仇と狙うであろう。子孫の一人が残って恨みはますます激しゅうなる。ああ、そうやったな。師匠、今までは大変な勘違いをしておりました。おかげをもちまして阿吽経に気づかさせていただきました。心を入れ替えさせていただいたがゆえにこの発心、国に帰らせていただきとうございます。ようここまで修行をしたの。ならば、お前が帰るにあたって土産をやろう。ここに一つの小さな箱がある。これを一つ持って行きなさい。なれども発心よ。この箱は
絶対に開けてはならぬぞ。わかりました。お世話になりました。とは言うたものの、絶対見るなと言われたら絶対見たくなるのが人間の性。帰りの船の中で箱を開けると、小さな袋が入っていた。袋の表書きには堪忍と書いてある。袋を開けてみると、中から一枚の紙が出てきた。そこには、この堪忍の二字について説明が書いてあった。この堪忍の二字は、断るごとにじっくり考え、ゆっくりと考えて、この堪忍の二字を思い抱いてくれ。この堪忍の二字は、その時は間に合わんけれども、やがてやがて必ず必ず間に合う時が来るぞ。裏眺めてみたら今度は堪忍の忍、いわば忍ぶという字。あの字を書いてその説明が書いてあった。堪忍の忍というは、刀の下に心という字を書くぞ。この心の意味を眺めてみたら、下の心をむやみに書いたんでは、上から刀が落ちてくるぞ。上から刀が落ちてくるとむやみに書いた心に傷をつけるぞ。ああ、これこそこれこそ人生の宝なり。と、金山寺の方角に手を合わせながら日本へ帰った発心和尚。時の執権、北条時頼の依頼で今は国宝の松島の瑞巌寺の前身、円福寺の開山となるなど、全国でも有名な僧侶となったのでございます。発心和尚は諸国安行し、故郷の真壁へ戻った時のこと。真壁のお城では、殿、宋の国へ留学をしていたかの有名な発心なる和尚は、真壁の生まれであり、今、真壁におられるとのこと。何？それは名誉なことではないか。ぜひとも発心和尚の話を聞いてみたい。こちらへ招くとしよう。真壁のお殿様のお招きで、城を訪ねることになりました発心和尚。いよいよ一対一で会う機会が訪れたのでございます。奥の部屋でお殿様と発心和尚が対面することと相なりました。顔を合わせたその時に、発心和尚の額の傷に気がついたお殿様。これはこれは和尚。昔はどこぞの物の筆であられましたか。そなたの額の傷は、どこの戦場でのたまものでございますか。これはこれはお殿様やお殿様や。この傷に見覚えがござらんか見覚えはござらんか。はて、そなたと会うのは初めてのはずじゃが。ならばこれをご覧くださいませと、取り出しましたのが血のりのべっとりついた下駄。なんじゃこれは。この下駄に見覚えはござらんか見覚えはござらんか。いや、ない。それでは一つ説明させてもらいましょう。今から37年前、この城であなたの下足当番をしておったのがこの発心。昔は真壁の平四郎でござりました。そなたに打たれた時のこの下駄血潮のついた下駄、今までは仇討ちの証拠品として大切に大切に守ってきたには違いはなけれども、しかし、今に至って眺めてみたら、この血潮のついた下駄は仇討ちの証拠品どころか、この平四郎にとっては一生涯の宝物でございました。
この下駄一つがあったじゃがこそ、怠け心の起こるその中に、これではならん、これではならんと励まさせていただいたがゆえに、元は元は真壁の平四郎なれども、今は発心というくらいまでもいただいて、そなた様と対等に話をさせていただけるとは、ただごとではございませなんだ。この血潮のついた下駄こそ、この平四郎の一生涯の宝物でございました。と聞かれたところのお殿様。ああ、仏法というものはなんと、敵討ちの品までが宝物としてなるのか。発心おしょう。その説は失礼をいたした。ぜひ、わしに仏法をお聞かせくだされ。それからというもの、一生涯が発心お正を仏法の先生として崇められたという話でございます。おしまい。